うーん今、新型コロナの職域接種についてある企業が叩かれていますが、さすがにかわいそうだろう。皆さん、こんにちは、はんやです。本日は2021年7月の3日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、叩くときには調べてからにしましょう。もちろん、俺も。 そして今回は河野大臣にもミスはあったと思うなということになります。この動画では新型コロナワクチンを一般企業でも接種できるようにする、いわゆる職域接種についてスマートニュースさんが叩かれている件を解説いたしますので最後までお楽しみください。多分この話題を知っている人ほど最後までご覧になることをお勧めします。そして役に立ったことがあればぜひチャンネル登録、高評価の上コメントよろしくお願いします。では今回の目次はこちらです。 では、まずはこちらの記事をご覧ください。こちらは7月2日の読売新聞の記事ですね。見出しは、職域接種未承認の会場では早くて8月上旬、行政改革大臣、7月中は非常に難しいですね。 中身も見ておきましょう以下一部引用です。河野行政規制改革大臣は2日の記者会見で新型コロナウイルスワクチンの職域接種について申請を受け付けたものの承認していない会場の接種開始は早くて8月上旬になるとの見通しを示した。企業や大学による職域接種はアメリカモデルナ製ワクチンを使う。政府の想定を大幅に上回る5202会場約1800万人分の申請があった。 申請しても接種開始には政府の承認が必要で、このうち半数程度が未承認とされる。河野氏は未承認の解除については7月中に接種を始めるのは非常に難しいと語った。以上ですね。で、この件についてはなぜ政府の想定を大幅に上回るのかについて少し前にこのような説明が河野大臣からあったんですね。こちらは朝日新聞6月22日の記事ですね。見出しは 河野大臣、職域接種で課題申請、廃棄発生の恐れもですね、以下一部引用です。新型コロナウイルスのワクチンの職域接種をめぐり調整を担う河野太郎行政改革大臣は22日の閣議後会見で申請時にワクチンの数を実際の接種人数よりも多く申告していた企業などがあることを明らかにした。 ワクチンの廃棄など無駄遣いにつながるため申請が適正かどうか精査しているという河野氏は申請の中には過大な接種量を申請しているところが参見され余剰ワクチンが相当数発生をする恐れがあると説明したその上で総接種量と週ごとのワクチンの配送数が合わないなどいろいろな状況があるので個別に調査していると述べた 以上ですね。すなわち、先ほど問題となった政府の想定を大幅に上回る職域接種の申請の原因の一つがこのように申請時にワクチンの数を実際の接種人数よりも多く申告してきた企業があることであることなどを指摘しているのですね。で、この22日の段階でワクチンの破棄などにつながるので申請が適正かどうかチェックするという話を伝えています。 したがって今全国的にせっかく職域接種の準備をして申請したのにそれがすぐに認められないという事態が発生していますがその原因として一部の企業の暴走があるという話を伝えてるんですねそんなタイミングで出てきたのがこのニュースですこちらは PR タイムズ7月1日の記事ですね見出しは スマートニュース新型コロナワクチンの職域接種を7月2日に開始へ、従業員や関係者と同時に渋谷区内の住民や就業者などへ接種を実施、渋谷区と連携協定を締結し、新型コロナワクチンの接種を推進ですね。 で、スマートニュースという会社は私が知ってる限り、ニュース配信アプリの会社で、アプリを利用していると最新のニュースが入ってきたり、天気予報が見られたり、クーポンがもらえたり、そしてワクチン接種に関する情報も手に入るというアプリの会社ですね。しかしこの記事が出ると、これが今大炎上中です。では、その炎上している記事を見ておきましょう以下一文用です。 スマートニュース株式会社は7月2日、新型コロナワクチンの職域接種を開始します。従業員や取引先企業など、関係者だけではなく、渋谷区民や渋谷区就業者の方などの接種を同時に受け入れ、5000名規模で職域接種を実施します。対象者は当社関係者と地域の方々です。当社関係者は従業員と取引先企業とそれぞれの家族です。 多様な家族の形態に配慮し、同居以外の家族、パートナーも対象とします。地域の方々は渋谷区内に在住の方や、就業中の方、在学中の方など、広く受け入れます。当社では、コロナ禍において従業員及び当社関係者の関係維持、そして地域社会への貢献を考え、職域セッション実施を決定しました。 特に地域の方々に対しては、書き出しの精神でワクチン接種を希望する方を受け入れ、職域接種を通じて新型コロナウイルス感染症の新たな発生を防ぎ、コロナ禍の収束に向けた一助になりたいと考えています。当社の職域接種の趣旨に賛同いただき、本日渋谷区と新型コロナウイルスワクチン接種に関する連携協定を締結しました。 今回の連携協定については、長谷部渋谷区長は以下のように話します。渋谷区には仕事、飲食、ショッピングなどで昼間人口と呼ばれる渋谷区民でない方々も多く滞在されています。 今回、スマートニュース社が始めた渋谷区内の方々を広く受け入れて接種いただく方式は、昼間人口の多い渋谷区の個性を捉えていただいた取り組みであり、区としても大変感謝しております。一日でも早いコロナ禍が収束のために、 引き続き、渋谷区の企業の皆様、区民の皆様、来会社の皆様にご協力をお願いいたします。以上ですね。で、この報道が出ますと、これが炎上したんですね。スマートニュースという会社は、2020年2月25日段階では、従業員数が250人であったとあるサイトでは紹介しています。またある人は、400人くらいではないかという指摘をしていますね。 それにもかかわらず、職域接種で5000人分のワクチンを接種する。しかもそれは従業員などだけではなく、渋谷区民や渋谷区で働いている人など、まあある意味会社と関係ない人まで対象とすると言ったのですね。そのために、先ほど紹介した河野大臣の言うところの、実際の接種人数より過大申請した企業として叩かれまくってるわけですね。でね、叩かれる理由はまあわかります。 だってスマートニュースがもっと精査して申請していれば各地域の様々な企業がもっと職域接種を利用できたはずである。このような課題申請はもっとたくさんあるはずだからその代表例としてこのスマートニュースが叩かれたということですよね。ただよく考えたら そもそもこのワクチンの職域接種については、接種対象については、企業の従業員だけではなく、そこに来ている下請け業者なども接種の対象だとか、いろいろあったはずなんですよね。そもそも大企業に限定した理由も、1000人以上の大企業であれば産業医がいるわけで、その人がワクチン接種をすることができるということだったんですよね。 ま、言い方が悪いですが、国が大企業を利用してワクチン接種を進めようとしたのが基本的な職域接種の話だったはずです。そこで、ワクチン対象者がどうであったか、当初のものを調べようと思いましたら、ありました。こちらは NHK の6月15日の記事ですね。見出しは、職域接種めぐり、河野規制改革大臣、近隣住民に拡大など柔軟にですね。うーん、この段階で、あれと思いませんか まあ、記事を読んでいきましょう。以下、一部引用です。新型コロナワクチンの職域接種をめぐり、河野規制改革担当大臣は、必要に応じて対象を近隣住民にも拡大するなど、できるだけ多くの人に接種できるよう、企業などに柔軟な対応を取るよう求める考えを示しました。新型コロナウイルスワクチンの職域接種について、河野規制改革担当大臣は、閣議の後の記者会見で、 15日午前9時の時点で2355の会場の申請があり1126万人が接種を予定していると明らかにしました。その上で職域接種で用いるモデルナワクチンは2回目の接種までに4週間の間隔を空ける必要があるとして2回目まで毎日1回目の接種が続くよう努力をお願いしたい。隣近所や関連会社 社員の家族に積極的に声をかけ、無駄のないようにしていただきたいと述べ、できるだけ多くの人に接種できるよう企業などに柔軟な対応を取るよう求める考えを示しました。以上ですね。で、もちろん河野大臣は積極的に従業員数を大幅に超える人数のワクチン接種申請をしてくれなんて語ってませんが、少なくとも隣近所などにも声をかけてワクチンを無駄にしないようにと言ってるわけですよね。 これを従業員数の分だけ申請しても拒否する人もいるだろうから、その分を隣近所にも分けてくださいと解釈することも不可能ではないですが、先ほど触れたように、職域接種は大企業を利用したワクチン接種促進という側面を考えると、余裕があるなら企業さん、ご近所さんにはワクチン接種をバンバンしてくださいねと捉えるのも自然でしょう。 そうすると今回スマートニュースが打ち手、そして場所の確保を自発的にしたならば、たとえ従業員数の10倍以上のワクチンを申請したからといって、そもそもの趣旨からは外れているとは言えないと思います。むしろ河野大臣が途中から課題申請と言い始めた方がおかしいと言えるでしょう。まあ、そもそも下請け業者の人にも売ってあげてねと言ってる以上、従業員数が申請人数の基準にはならないことは明らかです。 今回、スマートニュースさんの行動は、職域接種の申請が中止されたという事実と、従業員数の10倍以上の申請であったという点を捉えられて、非常に批判を受けています。そして、先ほど紹介したニュースなどのように、まあ一種、スマートニュースさんがこの職域接種を自分たちのアピールのために利用しているような感じがするので、ますます反感を買っているように思います。 しかし、そもそも職域接種が大企業の資本などを利用したワクチン接種促進という側面があった以上、渋谷の人にワクチンを打とうとするスマートニュースの行動はそもそもの趣旨とはずれたものではないでしょう。そしてそれを利用して自分たちのアピールをすることは、そもそもワクチン接種費用などを負担するという側面を考えると、別に問題はないと思いますね。ある意味、募金をしましたって公表するのとあまり変わらないですよ。 そして今問題となっているような申請数が多すぎて職域接種の新しい申請ができない問題も実はい、e、い側面もあるわけですよね。まあすなわち現場でちゃんと無駄なく接種をするという前提付きにはなりますが、日本全体としてのワクチン接種件数は偏在はしているかもしれないが最大に近いということです。 結局、現状は、多少不公平感があっても、ワクチン接種件数を増やすことによって、集団免疫をつけることが重視されるフェーズになっていると理解するのが普通でしょう従、まあ、って、早めに準備できた企業から申請を出して、その企業がちゃんとワクチンを使い切れば、それはそれでいいという理解もできるわけですね。 まあもちろん、準備をしたけどそれが無駄になったという企業が発生するという問題点もありますが、それは別に考えるべき話だと思います。すなわち、できることなら国からの保障などがあれば最高なんですが、まあそれは厳しいか。 ま、しかし、このような、準備をしたのに無駄になったという事態を避けようと思えば、職域接種開始時に申請要件を厳しくすることなどが必要となってくるわけでしょうが、その結果、職域接種が遅くなるでしょう。すなわち、企業の無駄を省くために、ワクチン接種のスピードが遅れるというデメリットもあります。まあ、従って、どっちが正しいのかというのは、なかなかわからないと言えるでしょう。 従って、ある程度ワクチンの偏在化を確保した上で企業に任せて、その代わり申請した分のワクチンを送るから98%は使い切れよと。接種した人のデータちゃんと登録しないと今度はペナルティーな。ちょうど焼肉食べ放題で食べきれないくらいの肉を注文したようにということにしていくしかなかったのかなという気もします。まあ、そんなペナルティのリスクを覚悟で申請するかという問題も生じますが。 てか、無駄になってるかどうかのチェックはマジで河野さんしなきゃダメですよ。でまあ、このように考えると、全員丸く収まるような方針は立たない気がしますから、やっぱり準備が無駄になった企業には、金銭的保障をくらいしてくれって話なのかな。 いいアイデア、イデ何かありますか皆さん何かご意見ありましたらコメント欄にお寄せください。そしてね、ぜひともチャンネル登録、高評価もお願いします。では、次はこちらの動画か、もしくはね、こちらの再生リストなどでお会いしましょう。では、バイバイ。